どうもこんにちは、タッカーです。 MLB ダショー19やっていきたいと思います。今回はね、また対決させたシリーズやっていきたいと思います。で、久々にね、ロースターを見てみたら、なんとマリナーズの菊池雄星投手がね、追加されていたので、早速対戦をね、させてみたいなと思います。で、まず最初に、その前に、能力をね、せっかくなんでちょっとお見せして、まあ、その後に対戦に行きたいなと思います。いやー、ついにね、インプリされたなと思ってね、もう早速皆さんにちょっと紹介したいなと思ったんで、まあ、どこで行こうかな。ここで行くか。はい、ご覧の通り、4番目にいますね。皆さんどうですかね、顔似てると思いますか。行きますよ。せーの、よいしょ。なんかな、ちょっとちょっと違うんだよな。なんか似せようとしてる努力はね、感じられるんですけどね。なんか、顔の輪郭とか違くないかとか、なんか体つきちょっとどうだろう違うかなとか、なんかいろいろ、思うところはあるんですけど、オーバーオール自体は81みたいですね。はい。じゃあ能力見ていきましょうか。なるほど、スタミナ87、うん、結構いい方じゃないですかね。で、隣の H パー9、K パー9、BB パー9、HR パー9、この辺はまあヒットの打たれづらさ、まあ、なんだろう、三振の取りやすさ、フォアボールの出しにくさ、そしてホームランの打たれづらさみたいな感じだと思うんですけど、まあ60から60後半なんで、まあ普通アベレージな感じかなと思います。まあ、この辺はね、ある程度、まあ、ノーマルなっていうかね、平均的な数字にしているのかなっていう感じですね。で、クラッチが、まあ、ピッチャーの場合は、ピンチの強さなんですけど、まあこれ66なんで、これもまあまあ今後の成績次第ではまたね、変わってくるかなってところで、コントロールがまあそこまで良くないっていう評価ですね。まあ確かにめちゃめちゃいいっていうイメージはないかもね。で、ベロシティが、球速ですね。ベロシティが76なんだけど、一応フォーシームは95マイルある、まあ、出るという感じで、まあ球そんなに遅くはないですよね。そしてブレイク、変化球のキレとか、まあ、変化量のところを指してるんですけど、まあ、これが一番今の中でスタミナ以外だと高いかな。で、フィールディング、アームストレングスが、まあ、肩の強さですね。で、その隣のアームアキュラシーというのが、まあ、まあ早球丸って感じかな、パワープロでいうと、まあ、早球の良さみたいな、まあ、正確さ、で、リアクションはまあ反応の良さって感じですよね。で、球種がフォーシーム、スライダー、カーブ、スプリッターということで、どうなんだろう、これは球種的には合ってるんですかね。ちょっと個人的に詳しくは分かんないんですけど、まあ、スライダー、カーブは合ってるような気がするんだけど、スプリット投げたかなっていうちょっとイメージあんまないんですよね。ということでね、菊池選手がね、こういう感じでインプリされましたので、もう早速ね、やっていきたいと思います。まだだから結果もまだ全然反映されてない感じ、まあ今のライブのね、成績がここに反映されるのかどうかもちょっと分かんないけど、はい、ということで、まあ、顔写真もまだない状態ですからね、まあ、この辺どうなんだろうな、ここもこうアップデートで追加になっていくのかどうかってところですけどね。ということで、で今回は、まあ、せっかくなんでね、バッター、こう日本人選手のバッターを対戦させたいなと思ったんで、相変わらずの、大谷翔平選手を、今回もねバッターとして起用していきたいなと思います。さあ、では、行きましょう。今回はシアトルマリナーズをホームにして、相手をエンジェルスでねやっていきたいと思います。で、ここは雄星選手で、こっちはまあそうだね、これで OK だね。で、ここを5番ぐらいに置いときますか。このレフトのこのブライアン・グドウィンっていう選手と大谷選手を変える感じにしようかな。そうですね。
まあ、ちょっとねもったいないっちゃもったいないんだけどね、しょうがないな。でこっちは、まあ、特に変更ないんで、はい、これでいきましょう。Now from T-Mobile Park in Seattle, MLB The Show is on the air. Today, a matchup out of the American League Western Division between the Los Angeles Angels of Anaheim and the Seattle Mariners. Live baseball here on MLB Network and it comes your way next. トラウトがなんかサインしてますね。そうか、こういうシーンもあるんだね。このなんかサインしてるような感じのシーンを初めてだ。Yusei Kikuchi, the Japanese left-hander, is tasked with the starting job.What do you have for us on him? いやー似てねえなまあね1年目なんでしょうがないっちゃしょうがないんですけど、あと圧倒的に個人的になんか顔の輪郭とか全然違うなっていう感じは思いますね。さあ一応ね基本的には観戦モードで、いきたいと思います。肝心な投球フォーム、似てねえなこれ菊池雄星投手って言われなかったら誰ってなるよね。なんかもうちょい似てるフォームなかったんかって思っちゃいますね、これ見ると。早速打たれちゃったね。さあ、セットポジションでの投球はどうかな。って言ってもあんま変わんねえかあんまりクイックやんないからね、このゲームの中のピッチャーは。And with that, let's take a look at the Angels starting lineup. Mark DeRosa, what's your take on them this afternoon on the road? さあ、ユーセイ VS トラウト。They know they're dealing with a tough test in a pitcher's park, but they can't let that bother them too bad, or they'll walk out of here 3-4 game set 0-12. なんか96マイル出てるけど、あんまり96マイル出てるように見えないというか、なんというか、不思議なんですけど、なんとなく。どっかのタイミングでクイックモーションで投げないかな。You know what, Dan? I'm always baffled when Eric Summersgill's behind the dish because he has a tendency to favor one side of the plate. You know, wow, 今危なかったぞ。It's like, hey, if you're going to give me that inside corner, give it to me, but don't keep moving the dish around on me all game. Full count, three balls and two strikes to the Angels center fielder.Not a bad time right、さあフルカウントですね。菊池どうだ。ファーボール。No offer there from Trout as that misses and he'll take the walk. Man, that's just painful for a pitcher right there. A 3-2 offering that was right on the corner, but he couldn't get him to chase and he doesn't get the call. Can't beat yourself up about that one too much. さあジャスティン・ボアですね。まあ、もしこれで次の選手に打席が回ってきたらもう大谷選手を代打で出そうかなと思います。まあ、ワンアウトだからね、どっちにしろゲッツーにならなければ5番まで回ってくるかな。Just staying alive, putting together a really good at bat here. さあ菊池雄星投手は、まあ、追い込んだけどね。おお。今のはナイスピッチングでしたね。さあ、ここでじゃあちょっとですね、チームセレクトで一旦こっちにしましょう。で、変えましょう。What makes it so effective? I think Matt, what makes it such a tough pitch is you're changing eye levels. That fastball up
looks so enticing to hit that you think you see that ball as a hitter. Do you think it can? そうそうだ。で、戻すと。さあ菊池 vs 大谷。まあ、大谷にとってはね、ここチャンスの場面ですからね。おお、打ったさあこれ回ってくるか。あー、1点取られましたね、菊池選手、菊池雄星投手。なんか喋ってんな大谷はいやでも今のはナイスバッティングじゃないですか。普通になんかこの場面をこの2019年の今シーズンに見れるかもしれないですからね。うん、ちょっとそれ楽しみですね実際に。コザートが一発で蹴りつけた、スリーラン、初球いきなり。いやー、菊池雄星投手はちょっとあれですね、メジャーの洗礼を浴びてるような感じですかね。いや、打った瞬間だったもんね。まあ、高めだもんな。They've been very aggressive, and that aggressiveness has put them up by four early on. What a great start. 顔がやべーって顔してたけど、菊池選手はね、菊池投手はね。Kevin Smith will be next. He gets it hard on the ball. Oh, nice catch. The throw from his knees. Throw got him. What a play! As the shot. Felix Peña, the right-handed native of the Dominican Republic, will be the starter. What do we need to know here? そうだね。大谷翔平選手は、レフトとして入りましたね。さあここはじゃあちょっと、あ、もうそっか。クイックマネージが。どっちかのチームにしないと、そうだ、クイックマネージできなくなったんだったね。で、基本的には、菊池雄星投手が投げるところだけ今回ちょっとやっていきたいので、他はこのクイックマネージで進めていきますね。よっ、間違えた。まあ4点取られてますからね、何回まで投げられるかってとこですけど。どうだ、あー、ヒットになったか。Boy, that's a crazy one for a pitcher right there. You're feeling pretty good about yourself, D-Roy. You pump two of them in there. You're heading the count 0-2, and you're thinking, hey, this is pretty easy at bat. Yeah, you step out of the batter's box 0-2, adjust your batting gloves, and hang on for dear life. But he was able to mix in a knock. David Fletcher started to go around, but it's a called strike 0-1. Down and away, ball one. Boy, the curveball just hasn't been there. Ah, 今のがカーブなんだ。This is this guy's bread and butter pitch, especially when he gets ahead of hitters. He needs to find that curveball again. 2-1 the count. Now the 2-1. And there he goes towards second. Two balls and two strikes now. Here now the 2-2. And another foul ball. Calhoun aboard here at first with nobody out. And there's a fastball well off the plate inside. Waiting next is Andrelton Simmons. 結構粘られてますね。うわぁ、いやー結構厳しいピッチングが続いてますね、菊池雄星投手は。
Now the one and one pitch. This is lined to left. おー、危ねー。正面でよかったね、今のは。All right, guys, here's Seattle's defensive alignment. And guys, the things I want you to focus on today, one of them being this manager loves to shift. He has the pitching staff to trust.際どい当たり、うわー、やらしい当たりになりましたね、最終的には。あれはまあしょうがないっちゃしょうがないけどね。あ、え、嘘、もう変える？早くないか、それは。ちょっともうちょい見たかったけど、単純にマウンドに行っただけかな。本当に似てねえな。ああ、変えちゃうんだ。なんだよ、じゃあマウンドビジット意味ねえじゃん。何だったんだよっていう。まあ、5点取られちゃいましたからね。いや、早いな。思ってた以上に早く降板しちゃった。動画の尺的にもうちょい欲しかったんだけどな。さあ、じゃあということで、変わっちゃったんで、ちょっと進めましょうかね。せっかくなんで2打席目の大谷選手はちょっと見よっか。満塁だし。Good curveball there. Clip the outside black for a called strike.Getting that first pitch strike is really important when you're dealing with the bases loaded behind you. Good job to give himself the advantage there. Got him to go after that one, and he's in a quick hold, 0-2. He put himself in a good position jumping ahead, 0-2 with the bases loaded. Now we'll see if he can finish it off. Fouled away. さあ、大谷は追い込まれましたけど、どうだろうな。Classic change of speeds right there. Threw the hitter's timing off. Got a late foul ball. Interested to see where he goes now. Fouled off. 粘る大谷。Bases are loaded here. Two down. And it's fouled away. Looking to leave him loaded.あー、最終的には三振になっちゃいましたね。さあ、じゃあこれで ではここからは、もうクイックマネージでサクサクと進めちゃいましょう。うわー、エンゼルス 7-0 にしてるね。そしてマリナーズは点数入らないなー。おー、入った。 8-3 になって8-4、 4点返しましたね。お、3点差まで持ってきてるけど、終わりましたね。ということでエンジェルスが勝ちましたね。まあ最初の5失点が大きかったかな、マリナーズとしては。はい、ということで早速、インプリされた菊池雄星投手を使ってね、こうちょっと対戦をさせてみたという動画でした。いやー、まあちょっと
まあ、顔似てる似てないをともかくとして、まあ、フォームはもうちょい似させられたんじゃないかって思わなくもないんですけどね。まあ1年目なんでね、まあ、こんなもんかなって感じかな。まあ、去年のね、あの、まあ、大谷選手をちょっと特別にあのキャプチャー360度の、ね、キャプチャーで本人のフォームを撮って、まあ、それをこうゲーム内に組み込んでいるのでかなり似てるんですけど、他の選手って多分それやっているのかな、多分やってない方人の方が多いんだよね。特に日本人選手は多分ほとんど大谷選手以外は多分やってないと思うんで、そうなるとやっぱりまあ、似せるのがちょっと限界あるのかなとか思ったりもしてるんですけど、まあね、言っても平野選手とか牧田選手とかそのあたりの選手たちは、まあ、あの途中でね、あの追加されて、まあ、今回の菊池雄星投手みたいに途中で追加されて顔も似てないし、あのフォームも全然似てないしっていう感じだったんで、まあ、その辺の、ね、感じからして、まあ、今回の、ね、菊池雄星投手がまあ追加されたらっていうのを考えたら、まあ似てないのを、ね、もう想像してたんで、まあまあまあって感じにはなるんですけどね。とはいえ、まあ、似せできるだけ似せてほしかったかなっていうところもあってね、まあ、ちょっとその辺の気持ちのモヤモヤっとした感じありますけどね。まあそんな感じで菊池雄星投手もね、ついにインプリされたので、ぜひ皆さんもね菊池雄星投手を使って遊んでみてください。はい、ということで、今回はこの辺でね区切りにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。タッカーでした。バイバイ。